こんにちはいつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます波動コンサルタントの桑名正則です 今日の波動チャンネルではスピリチュアルな世界っていうとね、まあ、見えない目には見えない世界のことを扱ったりもしますがそうすると見える聞こえるっていう人が結構いらっしゃったりするんですけれどもどこの世界が見えてどのメッセージが聞こえているかっていうのは本当人それぞれで今日のお話ししようと思ったのが僕のお客様年間で サポートさせていただいているお客さんのところにあるスピリチュアルな人が来られて「であなたの家こうこうこうです」みたいなねそんな話があって「どうですか?」っていう「どう思われますか?」っていうご質問だったんですよね。そそんな時にの、まあの年間のお客様は僕という、ね、サポートする 人間がいるのでいいんですけれどもそれの良し悪しをね判断するのに、えー、なんですけれどもなかなかねあのそういう聞ける人もいなかったりもしますので、えー、まあ見分け方というかね、えー、原理原則というかねそういったものを今日はお伝えしようかなと思いますので、えー、本当ねあのスピリチュアル宗教もそうですけどスピリチュアルな世界って、えー、なんか怖い世界でもあってねそんなんでだまされていっぱいのお金 を失うっていう方もいらっしゃいますので、あのきちんとした知識を持って、えー、対応いただくとねいいんじゃないかなと思います。でそんなあの参考材料となればいいかなと思って今日のお話はお伝えさせていただきますのでぜひ参考にしてください。で、えー、この動画では波動というものを使って願望を実現したり幸せに豊かに生きたり自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしております。えー、よろしければチャンネル登録いただければと思います。 で波動についてはですねこちらの3冊の本「波動が変わる」えー「波動の基本的な教科書」ということで書いた「波動が変わるあなたが変わる人生が変わる」えー「お金と波動のお話」について書いた「ミリオネアバイブレーション」そして「えー、開運するための38個のールーティーン」を書いた、えー「1日1分開運ルーティーン」こちらの3冊の本に波動の基本的なあお話を書いてますので是非参考にしていただければと思います。そして新刊が もう廃本になってるみたいですけれども成功している人がやってる波動の習慣ですよね、えー、こちらあ出ました、えー、でこちらはあのー、成功するための波動の習慣ね、えー、それについて書いてます僕が15年かけてやってきたことを書いてますので、えー、ぜひ参考にしていただければと思いますでこれあの書店でねお見かけしたらよろしければね写真に撮って送っていただけると嬉しいなと思いますでえー、と「恵比寿様シール」がミリオネアバイブレーションこうやってついてますし これお金を引き寄せる恵比寿様シールねでパワーシンボルマークが1日1分,1分開運ルーティーンのここについてます、はい、それと、えー、こちらの新館にもこの帯の裏側にね恵比寿様マークがついてますのでねこれら是非あの活用いただければ嬉しいなと思います。でまたねあの感想をお送りいただいてますのでちょっと時間があれなので1個だけ読んでおくと。 うんとえー、どれしようかな。 まあちょっと今日時間ないのでね、えー、今度また紹介させていただきますね。でもう行きましょう次にね、えー、こんな人には気をつけよううというね。やっぱあの見えない世界って自分ではよくわかんないので怖いじゃないですか「あなたに狐がついてます」とかね「あなたは家系の因縁があるでしょう」ってで人間ってねそう言われたらそんな気になってくるんです心当たりって大体あるもんでねあの現実ってどの部分を切り取るかであのなんて言ったらそのように見えてくるんですよね。昔 えっと神戸に住んでた時に神戸のねあのセンター会マンション住んでてうちが11階だったのかなで朝準備してたらあのサイレンが鳴り出してねで火事だっつってね、えー、住民の皆さんが外で、えー、サイレンは鳴ってるんだけど火元は分かんないそうで,で住民の皆さんでいらっしゃる人とか廊下に出たりしてたんですけどそしたら住民の人が「あなんか匂いがする」って言い出したんですよ。 でえー、そうかなと思ってでそしたら僕もそう言われてみればなんか匂いがしてきたんですよね「お匂いがすると火事かもしれない」っつってねでえっ、ー、と避難をしないとなって心の準備をしてたらあの管理会社の人が我が家に入ってきたんですよ。でえっ、ー、とそのサイレンの「警報の大元はここだ」って言ってね。 で、えー、家に入ってきたんですけど当たり前ですけど我が家は何何ももも燃えてなないいでででですすから火事よね、えー、その時にはやっぱなんか人間ってそう言われるとその気になってくるもんだな本当は何もないんですよ何もないのに、えー、と火火事事の匂匂いいいががしてくるんですよ火事っぽい匂いがあーそういうものだなというのを体験したっていうのものありますがで見えない世界のこともそうで、えー、なんかあなた家計で何かあるでしょって言われたそんな気がしてくるんですよ。 狐、えー、さんがついてるって言われると「あそういえばそうかもう」家の近所にお稲荷さんあるしとかね、えー、そういうふうになってくる。で、えー、それで、えー、心当たりがあって、えー、それが正しければね全然いいし、えー、それで何かしてもらうことで幸せになれば全然いいんですけどおまあ信じるものは救われるっていう言いますから全部が全部否定するわけではないんですがあ一部うなんか適当なことを言って、えーね、あの高額なあセッション とかね、そういったものを買わせたりとかでただお金だけをむしり取るっていう人も実際いるんですよね。なのであの、まあ、それで本人がそうやって納得されたらいいんですけど残念ながらそうじゃない,いやそれをきちんとや,やられてるところもいっぱいあるんです。 きちんとやられているところもいっぱいあるし、えー、ただ逆に本当に詐欺的なねところもいっぱいあるので、えー、そこはもう自衛するしかないでしょうね、えー、でこのことを知っておかれるといいかなと思いますで、えー、結構見える 「見える聞こえる」をなんかすごいことのように感じてらっしゃる方も多いんですけれどもそれはそうじゃなくて「見える聞こえる」っていうのはそういう見えない世界に対して感覚が優れてるっていうだけでそれは経理ができるっていうことと全くジャンルが違うだけで才能としては同じだったんでする。とか,人前で話せるとか そういう才能のうちの一つに見える聞こえるっていうのがあるんだとだから見えるから聞こえるからすごい人ってあんまり思わない方がいいかなと思います。でその見える見えない世界が見えたり聞こえない見えない世界のメッセージが聞こえたりっていう人にも波動に応じていろんな人がいらっしゃるんですよね。で波動ね 波動上が高いんですがよくね見える世界で1番2番3番4番5番それぞれに現実があってそれぞれに人があってっていう波動で出会う人入ってくる情報を見える現実が違うっていうことはよくお伝えしてますが同じように見えない世界にもあるんですよ波動が高い見えない世界波動の低い見えない世界っていうのがあって一番の人は あ一番の世界にいる人はこの一番の世界に対応する見えない世界にアクセスします五番の人は五番の見えない世界五番の波動に対応する見えない世界のものが見えて聞こえてってするようになってるんですよねだからその人がどんな人なのかっていうことをねよくよくあの感じていけばあそしたらあその人が言われていることっていうのはどの 波動世界のことを言ってるのかっていうことがなんとなく感じられますからねで僕たちの心の中にはいろんな自分がいるんですよ。僕たちの心の中に「六道輪廻」っていう,う仏教のね用語がありますが「六道輪廻」「地獄」。 地獄界餓鬼界畜生界修羅界で人の世界で天の世界天界ねこの6つのものが自分の心の中にあってその心の中に応じた世界が外の世界に見えるっていうねだから地獄界に自分の心の中の地獄の部分にアクセスしている人はこの世の中の見え方っていうのはその地獄の波動に応じた世界が見える。 地獄っていうのは不平不満とか愚痴とかあ身勝手なこととかあっていう世界です。で、えー、地獄ガキ餓鬼の世界はみむさぼりの世界ですよねむさぼりの世界なんか独、えー、り占めをしたりとかたくさん食べたりとかあそういった何て言うのかな、まあ、むさぼる世界ですよね。で畜生の世界っていうのはあ色情とか嫉妬とか。 あそういった、まあ、地上のもつれみたいなね、えー、そういったものがあそして、えー、修羅の世界にはあ暴力とかあ陰謀とかね,ね喧嘩とかテロとかあそういったものがあ修羅の世界。 これ誰誰のののの心心中中ににももあありますから誰の心の中にもあるで人っていうのがまあ通常人の世界に多くの人はアクセスしてるんですがあの天の世界にアクセスしてる人もいてねその人は自分のことを受け入れたり自分のことを信じて自分を肯定してで人のことも肯定できるでこの天の世界にもレベルがある5次元6次元7次元っていうね6次元で腕を極め多くの人に分かち合う。 っってていう世界があ7次元で指導者の世界っていう天の世界はすごく上が広がってるんですがあそれは全部自分たちの中にあるもともと備わってるのは、えー、地獄ガキ畜生修羅人そして天の世界。 で天は青天井になって,るっていいる、ねえー、まあそういうものでだからあのその人となりがどういう人かっていうのでちょっと判断していくとねいいかなとすごく身勝手な人だったらこの人は地獄界にアクセスしてるのかなとかね、まあ、そういうことを思ってもいいかな、まあ、そうやって人を常にジャッジするっていうのは嫌ですけどある意味防衛手段でもあるのでねそういうものだっていうのをまず思っておいてください。 それと、えー、もっともっとベーシックに見ていくっていうことも大事で「えー、見える聞こえる人のその人の人となり」ですよね。えー、服装とかあ行動とかあそういうもの人となり、えー、そういうものをよく見ていくとなんかあのー。 険とか服装が何ていうのかな上品じゃなかったりとかね何かまがまがしいものを感じるとかなんか気持ち悪いなとかだったらあの波動の低い世界にアクセスしてる可能性が高いですからね。それと、えっと、言葉遣い。 言葉遣いもすごく大事でやっぱ波動の高い人っていうのは言葉遣いが上品ですからそれが波動が低くなるとやっぱ汚くなってきます汚くなるしえとガキとかの世界だったらまあムさぼりの世界なのでなんかあのなんていうのかなうわっとするような言葉を使ったり修羅の世界にアクセスしてたら言葉遣いもなかんか喧嘩腰になったりとかね人を支配するような言葉を使ったりそういう言葉遣いっていうのがすごく大事で。 穏やかで。 えー、ゆったりとしてて、えー、その人の言葉を聞いてると癒されたり眠くなったりね、えー、そういう言葉遣いをされる人っていうのはやっぱあの波動は高いかなと思うので、えー、そういう部分はあの意識されるとといいいかなと思います、えー、その人の人となり、えー、表情であるとか服装であるとかそんなのを見るそれとその人の言葉遣い、えー、そういうものをよく観察するね、えー、そんなことを是非意識してみてください。で もう一つ、人生のステージ。っていうのがあります。人生のステージ、えー。人生のというかエネルギーのステージというかねそういうものは確実にあって、えー、やっぱりあの強い何て言ったらいいのか、まあ、お金で言うと一番分かりやすいんですが単純に えとまあ、見えない世界で例えば怨念とかね例えばなんか霊的なものって強いエネルギーを持ってないとケアできないですよねこれはちょっとスピリチュアル的な専門的なとこなんですけど同じように、えー、例えばお金が一番わかりやすいんですけれども、えー、毎月、うん、20万円の月収を得ている人それは自分で商売しててもいいし、えー、お勤めでもどっちでもいいんですが毎月20万円のお月収を得ている人が 100万円のお金のブロックを外すことはできないんですよ。 毎月二十万円を得ている人が、百万円のブロックを外すことができない。です二十万円の人は、二十万円までのブロックが外せるんですよね。百万円の人が、五百万円のブロックを外すことができないですよね。そうやって、エネルギーの強弱というのがあって、影響できるレベルというのがね、ねそういうものがあります。で人生のステージといたのは、何かというと、やっぱり。 強烈なことができる人っていうのはそれだけ影響力があったりしますので影響力とかあの誰かに慕われてたりとかあ収入があ多いとかね、えーまあ、そういうものがありますので、えー、ただ単に収入だけで見るのは危険ですけどお危険だしお金が全てじゃないというのは、まあまあ、もちろんそうなので、あのー、それは一つの目安には過ぎないですけれどもただあ何かあ多くの人にいい影響を与えてたりとかって いうことではないとなかなか。 あのより強いエネルギーのものっていうのは扱えないので、えー、だからまあそういう部分も見てかれるといいんじゃないかなと思いますなので「あなたのお金のブロックも全部外します」って、えー、言われてもその人がどういうお金の得方でいくらぐらい入ってるかっていうこともおよくよくね見ていかないとおなんか結局受けたけどお大してなんていうのかな効果なかったっていうことにもなりますので、えー、そういう部分も知っておかれるとと思います。 いいんじゃないかなと思います。 いいですわかりますかねね今日のお話、ねえー、なんかば漠然とした話のような感じもしてるんですけれどもそうやって、えー、見える聞こえるうっていう人いろんな人がいらっしゃいますもちろん素晴らしい人もいっぱいいます僕も知ってますけど素晴らしい人もいるしあの本当に世のため人のためにその力を活用してやられてる方も全然たくさんいらっしゃいますが一部うちょっとねあのネガティブな方もいらっしゃいますのでそこはよく よよくよく見,分けるように見える聞こえるっていうことがあのすごいことではないんだと。 それは普通の才能のうちの一つでその人の人となりに応じてその人の言葉遣いとかその人の波動に応じて見えるもの聞こえるものっていうのが違いますのでね是非、えー、そこを意識してみてください。あそれとねあの自分自身もそうですよ自分自身もそうで、えー、例えば見える人聞こえる人これをご覧の方にもいらっしゃると思いますが自分の状態が悪くなれば何が見えてるか何が聞こえてるかっていうのは変わるっていうことも同時に 知っておかれた方がいいですなので見える人聞こえる人はあの常に自分の状態を整えておくっていうことがすごく大事なのでそれをきちんとしていないと自分の人生そのものもあのよからぬ方向に行ってしまったりしますのでねそこもぜひ注意するようにしておいてください。えー、今日のお話は「スピリチュアルだ世界こんな人には気をつけよう」というねそんなお話をお伝えをさせていただきました。ぜひ自のの手段の一つとししててて参考にしてみてください で明日は、えー、満月じゃない明日は新月か新月の祈りの瞑想をお届けします、えー、明日は新月の祈りの瞑想動画を明日の19時に、えー、お届けをしますので是非、えー、ご活用ください新月の時は月のエネルギーが降りてきてないの光のねなので一番祈りを天に届けやすくなります一番天に届けやすくなりますので祈り近いですよねそれを明日あの 動画を使ってて、えー、天に上げいいただければと思います明日7時に、えー、公開をして48時間公開しておりますので、えー、その間に、えー、あ浄化もしますのでね浄化もしますのでその間に何度も浄化頂い,いて結構ですのでね、えー、明日の動画もぜひ、えー、楽しみにしておいてください。で LINE とメルマガではウィークでは毎日メッセージをお送りしてます願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話そんなメッセージをお伝えしておりますので、えー、LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでごい。 登録ください登録先は概要欄に貼り付けておきますので概要欄チェックしてご登録くださいそして今日のこの話で感じたこと気づいたこと自分自身の体験談そんなことあれば是非コメント欄にシェアいただければと思いますそしてえっ、ー、と「恵比寿様シール」や「パワーシンボルマーク」そちらも体験談あれば是非コメント欄に書き込んでくださいで今日のこのお話が良かったなと思われる方はチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますしお友達で必要としている方が がいればぜひお友達にもシェアをしてあげてくださいそれではいつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます本日はおまけのお話ないのでこれで終了させていただきますいつもありがとうございます失礼します